いうことなんです。ほう、基本的にこのいわゆるギャングとか、あの当時のその暴走族の人とか不良の人ってあんまりこう家庭環境が良くない方も多くて、うんうん、実は家へ帰ってただいまって言っておかえりって言われたこと未だかつて一度もないっていうんですよね。おお、ほほ。でお父さんは朝からずっとお酒飲んでる、お母さんは夜の仕事に行くので昼間寝てるんですよ、うんうん、だからその子が帰ったらいつも2人とも寝てるような状態で、うんうん、で彼が小学校4年生の時にね、もう声をかけてほしいがために漢字の書き取りすっごく頑張って100点取ったんですって、うんうん、で100点取ってお父さん見てって持ってったら、それでお酒がもらえるんかみたいな、もうお父さん酔っ払ってるから仕方がないなと思ってお母さん起こしに行って、見て見て100点取ったよって言って見せたら、お母さんがその答案用紙取り上げてビリビリに破って、もう私は夜が仕事大変ないから起こさんといてって言ってえらく怒られたと、うんうん、中学校に入って先輩とかと付き合って暴走族に入れてもらって初めて自分を見てくれる人ができて、うんうん、だから警察の人に追いかけられたり、うん、でたまに警察の人が次信号赤やぞ気をつけろよとか、うん、怪我するぞこけるなよとかって優しい言葉をたまにかけられたりするのが、まあ彼にとって非常に嬉しい、うん、だからミキさんが本屋さんで声をかけたその人が、うん、あの声をかけてくれただけでも嬉しいって言った気持ちが僕もわかりますと、うん、でそういう意味では僕はおばけなんですって言うんですよ。その